外壁塗装とお客さんをつなぐでも今マッチングビジネスですごい高いんで、もう本当に 2-3% とか 5% ぐらいで、まあ、YouTube だけで客集めるっていうのを考えてたんですけど、結構厳しいなので、結構金もかかってくるじゃないですか。全然儲かんないです。甘かったなと思って、いろいろこういう話を聞きたいな。超大変ですね。超大変ですもん。まあ今なんとかうまく軌道乗り始めましたけど、はい、もう超大変です。うん、本当この職人大丈夫かみたいな。何を今やるんですか。ちらっと聞いたんですけど、簡単にじゃあさっとご説明します、ね。はい。クラフトバンクって言いまして、あ、まあ、簡単に言うとマッチングやってるんです。はい、で今なんか日本全国2万3000社ぐらい の, 専門工事会社さんが登録しまってるんです。はい、で日本全国大体の20万社ぐらいいるんで、はい、大体 10% ぐらいの会社さんは登録をしてもらっていて、ほとんどが平均年齢が42歳社長なんですね。はい、個人事業主ですか。個人事業主は4割ぐらいです。あ、で、会社みたいな、はい、職人を抱えた会社が大体6割ぐらい。はい、で大体平均7、8人ぐらいですかね、職人の数は、はい、その1社当たりの。ああ、そうですね。はい、なので、全国 10% ぐらいの工事会社さんがもう登録しまっているような、はい、で僕らはなんか最初、他のサービスと同じような、純粋にマッチングだけやってたんですよね、はい、会社と会社、はい、はい、であんまりマッチングしなくて、クレームを腐るほど来るし、こっち側ですか。はい、うん、まあでもこれも一方で発注する元請けも悪かったりするんですね。元請けも素人で、はい、頼んでいいか分からないんです、ね、うん、はい、だってそれでもうちゃんとやろうと思って、はい、こういうのを貯めてるんです。一つ一つの会社にとある工事会社が何の工事をやっていて、はい、細かく電気工事とっても強電弱電違うとかってするじゃないですか、はい、細かく取ってていくらの人工で月何件回してて、もうこれひたすら足で稼いで貯めてるんです。あ、マジですか。人間が、はい、電話したりとかして、はい、全然 IT 企業じゃないです。あ、マジですか。っていうデータベースを貯めてまして、はい、それを元にマッチングしてるんですね。この工事会社さんが、どの工事ができる、どのエリア で、はい、で何人職人いて、人数いくらでどうだったり、一番でかいのがこれだけとか、はい、結局なんかマッチングしないと意味ないよね、世界なので、はい、このマッチングをどうやって最大化、高めるかっていうことをやっていて、はい、愚直な工事会社さんがめちゃくちゃ儲かる世界を作りたいと思ってですね。あ、はい、元請けなんか基本もう職人が減っていっても工事の案件変わら、はい、変わらないので、はい、職人の方が絶対強くなるじゃないですか。はい、まあ、そうですよね。で今まではなんかこの建設業ってカリスマしかなんか会社を大きくできないんですよ。はい、カリスマだったんですけど。いや、うん、顔じゃなくてでそういうカリスマじゃなくても、はい、愚直に工事でやってたらちゃんと儲かる世界っていうのを作りたい。あ、なるほど。って思想なんです。なので、はい、いい工事会社さんがいれば僕らはもう集中していい工事案件お願いします。ああ、なるほど。データ取っとるから、はい、下売り企業さんがこの2万何千社通りで、はい、で探しとる人は分からないな。そうです。困ってるんで、こっちの方がどれぐらい取るの。まあざっとお伝えすると、はい、100万ぐらい取ります。100万っていうのは一撃100万だけです。あ、最初に登録するのに、はいはい、これ 5% とか 10% とかやるとどうせ飛ばすんですよ。あ、飛ばすっていうのは勝手なことやるんですよ、はい、勝手に裏でも直接やっちゃうから、もう自由にどうぞなんですよ。あ、でも最初に100万で結構登録されておるんですか。めっちゃいます。それぐらい、まあ、ある程度の企業。あ、まあ、そうですね。大体売上12億円以上ぐらいの会社です。上の会社で発注企業はだからこれがもうリピートしまくってるんです。その発注企業はもう既存の協力会社辞めて全部クラフトバンクいいやって言ってる会社までいるぐらいです。なんか一緒に登録したい人が、俺止めて、それは、待ってます。もう本当にいい工事会社さんと、本当にいい発注者さん、はい、だけをマッチングさせようと思って。あ、なるほど。例えば最近の事例、これで、鳥取県の注文住宅屋さんなんです。はい、こんなペースで伸びてるんです。工事の案件を営業で取ってきたら、はい、現場監督と、こいつらマークちゃんと収められるかなとか、うん、回るかなと思いながら営業するんです。そうですね。この人にはそう言っていて、もうそんな一個も気にしなくていいと。マジですか。全部僕らが用意するんで。っていうのをやってる。あ、工事やってる業者もきちんともう人海戦術を調べてるから、はい、全部紹介します。絶対にほんのしょうもないところはないっていう自信があるんです、はい、あります、あります。今のところほとんどデーマないです。今目がキラッとしましたもん。ちょっとカメラ目線斜め45度でいましたね。今カメラが確実にも意識しないいませんって言って今この引き上げるからここ全部いいとこカットされました。足腰変わんのかあれ。えげつない伸びだと思います、これ。そうですよね。 IT 企業みたいな伸びをしてまして。そうですよね。っていうこういうなんかこうしっかりした成長力の高い社長さん、はい、会社さんというのを僕らは支援したいっていうのが一番で、僕ら的にはこの発注企業さんは人のことは何も考えなくていいと、はい、
本工事は回るとっていう、そういうものを作ろうとしてるんです。使ってよかったっていう体験を積んでもらうことの方が大事なので、その発注企業から高く取ってるんですけど、はい、その代わりいいものちゃんと紹介するんですよ、まあ、ですね、うん、人材紹介会社とかだと週の2割3割払うのと一緒の考え、はいはい、同じ考え方です。高いとおっしゃいましたけど100万だったら安くないですか。まあ、そうそう、いや最近ちょっとね、そう、安すぎるって言われて、あ、そういうことですよね、上げようかなと思ってるからです。うん、確かにそうですね。でずっと仕事してくれる地元のいい業者さん、確かにそうで、求人費だなんだって結局かかりますからね。100万は安すぎます。あ、そうですそうです、そうですね、まあ、うまくいくか分かんないですけどね、その100万、まあ、そうですね。今クラフトバンク .com ってこういうサイトがあるんですけど、はい、これ実はもう今で月間90万ユニークユーザーいるんですよ。何にもせずにほっとくだけで90万ユニークユーザーいて、はい、ほっとくと、ほっといても、月に400社会員登録あるんです。マジっすか、勝手に今増えてる。とにかく工事会社を幸せにしたいっていうのが僕らの質問です。で、まあ、これも全部スマホでも触れるんですけど、これも実際の使っていただいてる方なんですけど、はい、それこそ豊橋の方なんですけど、はい、こんな感じで本日もお仕事お疲れ様でした、はい、これ LINE ですか。あ、そうですね、はい、これは見る側は LINE です、はい、作業内容記入してください、で記入は1分で終わりますみたいに言ったら、このリンクを開いたらその日報をもう書く画面みたいなのにすぐこういう画面に飛んできて、はい、携帯から入れれるんですけど、はい、例えば9時から5時で誰と誰と誰が入って、はい、でこれはもう会社さんごとにカスタマイズしてるんですね、報告する内容みたいな、はい、でなんかポチってやったらその今まで紙で書いてた日報とかも全部もここで報告をもらって、ここにもあるので出勤とか退勤もあるので、全部人件費のデータが含まれて、はい、給料は全部これで勝手に、そういうことですね。でさっき そのスマホで日報書いたら全部こんな感じでインターネットで使えるエクセルみたいなとこに飛んできて、はい、で一覧で見れて、この取引先さんのこの日からこの日で、じゃあ何人使ってますかとか。これポイントは LINE と連携することなんです。職人はみんな LINE だけは使うので、そういうことですね。まあ、開発して実際も今15社さんぐらい使っていただいてるんですか、はい、これ費用はどれぐらいかかるんですか。月に 2.5 万ですね。何人ID 次第、あ、15人までぐらいです、ね、はい、まあ、でもほとんど自社だけだったらもう7、8人とか、あ、まあそうですね、10人以下ぐらいの規模だったりするんで、うん、これがあると思うのその10人の職員のうち今月は何人ぐらいがこう動いてて、あとなんかちっちゃいやつだったら入るみたいなのが分かるんで、うん、まあ、こちらも、はい、そうするとやっぱ紹介もしやすい取引先なので、はい、まあ、そろそろもうこの中で見積もりも作れるようになるので、はい、そうするともうその売り上げの方もわざわざ売っていただかなくても、はい、もう見積もりと最低から勝手に広げてきてってなるので、もう売り上げとか利益が分かるようになるんですね。すんげー盛り上がってるとこ申し訳ないですけど、はい、時間が過ぎて、ごめんなさい。今日はありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、毎日使ってください。いや、本当にこれちょっと。ずっと取っとくんで。はい。ずっと止めて。すいません。お願いします。なんかちらっと聞いたんですけど、めっちゃ変わったことやってるな。ああ、いい。まずちょっとグループのご案内をします。はい、大阪で町の電気屋さんのところから始まって、はい、20年前からエコーとかっていう言葉が出始めたので、はい、まあ、オール電化とか太陽光、はい、マイリフォームとか始めて、はい、で今いろんな事業をやっているということで、で、私は今日ご案内させているトップリフォームと、はいはい、大規模の数年はい、トップリフォームプラスと、はい、あとプラネットグリーンという会社の物の代表者の田辺と申します。はい、よろしくお願いします。まず下の施工事業についてということなんですけど、はい、まあ、現場監督は現場に行くという常識をリモート施工管理に置き換えて、高品質低価格全国対応の施工サービスを提供しているという会社です。現場管理をオンラインでやると。オンラインでやる、はい、ということです。施工管理の人の移動時間作る、はい、足りないというか、はい、施工管理技師とか持ってる人が、はい、結構他の会社さんですと誰でもできるようなスケジュール調整とかやってたりとか、はいはい、まあ、移動してたりとか、あ、そうそう、で無駄な時間が多くて、そうそう、うん、国家資格を持った人が、はい、その資格を生かした仕事に集中できるような環境づくりというのをしていてですね、はい、まあ、高品質低価格全国対応というのが実現していると、はい、いう形です、ね。まあ、常識としては現場監督が現場に行くということだと思うんですけど、はい、まあ、あんたたちは非常識なリモート施工管理っていうやり方だけど、はい、まあ、ISO 9001、国際品質規格に沿ってしっかり管理できてるねと、はい、いう認証をいただいて高品質を担保しているという形でございます。はい、まあ、我々はなんかこうリモートとか言ってるんですけど、腕の非職人を、はい、
とにかく探すというドブ板営業の会社なんですね。そういうことですか。誰でもいいってわけじゃないんで。なるほど。なぜかというと我々一時下請けで工事を請け負うので、はい、もし何かあったら飛んでいかなきゃいけないんですね、はいはい。職人の採用、まあ、テレアポみたいなところから始まって、はい、まあ、実際腕を確かめに、四国だろうが広島だろうが北海道だろうが見に行って、あ、見に行くんですか。でそこで一番コストを使ってます。で、腕のいい職人、そして、まあ、ある程度値段安くやってくれる人、はい、でまあ、家に上がるので人当たりが、まあ、いい人というわけで、高品質、こう、まあ、あのトップクオリティ、トップバリュー、トップホスピタリティという、まあ、ビジョンを持って、そういう人たちを探しまくっていると。なるほど。で探しまくったのは、ね、リモートでやってるという2パーぐらいですね。はい、もう今全国で結構やってるんですか。そうですね、はい、100社以上今あのご活用いただいているという形で、まあ、業務業界いられるのであのよくそうだと思うんですけど、業務業界って6兆円っていうでかいマーケットがある中で、はいはい、1位から10位まで達し上げてもたった十数パーセントしかシェアがなくて、これ新築だと90何パーセントなんですよ、はい、1位から10位、はい、で隙間がめちゃくちゃあるので、はい、例えばここに載っているような家電量販店さんとか、はい、ネットだとか、うん、はい、まあ、いろんな方々が今リフォームに入ってきている、はい、でその人たちは、強みが結構あってね、日本全国に集客できるとか、はい、店があるとか、はい、ある程度職人がいないっていう、はい、ところなので、まあ、そこを我々の方でサポートしているという形で、なんであの案件の半分ぐらいは新規で業務事業をこうやっていきたいんだけど、うん、日本全国同じ価格でやってくれるうん、そういうことですね。あの、ありがたいと。うん、まあ、それやってる。あの価格が、まあ、結構安いんですか。そうですね、持ってる、まあ、これ一部ですけれども、はい、平面にしてるだけ。そうですね、はい、塗装、これ塗装、足場込みですか。あのシリコンの足場込み。足場は別ですかね。あ、そうなんですか。2600円か。2600円。絶賛あの職人を募集しているのでぜひ、はい、じゃあこれ見てよろしいですか。ありがたいです。でご連絡いただいて電話番号はあるんですか。はい、あのトップリホームで検索していただいて、トップリホームで検索すれば、はい、まあ、ちょっと後でじゃあ概要欄に写真してます。これ別でトップリホームでやってる新企業なんですけど、はい、こういった会社さんに出入りしてると中の施工管理技師とかが不足してたり、はい、建築士が取れないっていう状態に、はい、まあ、結構なってて、はい、建築転職っていう建築の技術者に特化した技術者による技術者のための転職サービスというのを始めました。これちょっと職人さんの該当しないんですけれども、あの施工管理士とか建築士とかの方々ですね。はい、ありがとうございます。でこれもこういう人たちのお困りごとなので、はい、まあ、20社ぐらいもうあのやりますということでいただいて、でもちろん早期に退職された場合は、まあ、一部返金とかで、まあ、我々の強みとしては、まあ、実際に工事を受けさせていただいているので、はい、その会社さんがどういう仕事の仕方スタイルか分かっていますし、まあ、社風なんかも分かっているので、はい、技術者同士の話をしながら、そしてあの会社こんなやり方だよとか、なるほど、はい、っていうのを通過でやれたら、双方にとって名称が、ね、はい、あるんじゃないかなということで始めているという感じですので、あの技術者の方で転職したい方いたらぜひ儲かってそうですね、転職なんかもう話聞いてるとめっちゃ儲かってそうですね。こちらも電話番号後で書いてちょっと貼ってきます、はい、全然内容を存じ上げないんですけど、多分安いんですけど、それをいかに安くするかのノウハウを、回転職、まあ、安くったら失礼なんですけど、いかに効率よくこなされるかっていうのが多分誰にもできないんで、そこがめっちゃ強いですよね。すごいな、これ面白いな。お最初から始めた時からもうその形で行こうとなったのが、ちょっといろいろやってやっぱりいろいろ問題があって変化した、はい、あ、そうですね、ちょっとあの現場に行く必要なくないみたいなところの中で、うん、まあ、ちょっと7年前に立ち上げた時からまあリモートで、はい、もちろん客用の外塗装でやりたいなもう何年やれてるんですか。これ7期目ですよ、こちらの会社は。はい、そうです、この短期間ですごいですね。もう今後はもうこういうことを注目して、まあ、IT 企業ですね、結局は。まあ、まあ、いろんなサービスをやっていきたいなと思ってはもともといて、はい、まあ、もう100社クライアントが工事の勢いでいるので、はい、もう困りごと聞きながら、まあ、そうですね、ですね、ちょっと舐めてました。だから変にそれをなんか YouTube が自分たちでやるんじゃなくて、こういうのでなんか一緒になんかやるのも面白いのかなと思って、はいはい、ぜひなんかあの、ぜひ。ぜひぜひ。今回もやってきますんで。ぜひぜひ。ぜひ、ぜひ、ぜひ。ぜひ、ぜひ、ぜひ。ぜひ、ぜひ、ぜひ。
かっていう。いやーすごいなと思って。いやぜひ。しかも面白いですし。あ、ありがとうございます。全然です。まあ顔もあの髪の毛も改造中なんで。アップデート中なんで。アップデート中なんで。2% の会社。どれくらい業者さんはおるんですか。あ、今約1万人ぐらいおりますね。はい。はあ。もうこの人たちは間違いないよ。そうですね。メンバーの。そうそう。はい。もちろん自分たちの仕事面ながら。調子が入ったら、そうですね、やっていただける人たちがですね。ただ、まあ、やっぱりいろんな案件がどんどん来るんで、常に開拓やり続けているので、はい、あのもしあのあれだったら電話行くこともあると思います。まあ、そうですね。そうですね。でも、そうですね。登録だけしといて、別に、まあ、値段表だけもらって、はいはい、青か赤か見て。いや、そうですね。はい、逆に僕らみたいな ちっちゃい10億やそこらの会社が、工事をお願いすることってできるんですか？もちろんです、もちろんです。あ、できる？もちろんです、もちろんです。手足りなければ。結構書いてあるところは、そうそうたるメンバーだと思うんですけど。大丈夫です、大丈夫です。相当足元しっかりされてるでしょ。してますね。IT とかイケてるとかに目がいっちゃいますけど。そうそうそう。相当足元しっかりされてるんで。そうですね。もう今後、じゃあ、展望みたいなのがあるんですか？それも本当に、初めまずこの事業をやろうっていう時点で、はいはい、まあ、だいぶそんなことできるのかと。現場監督は現場にいるもんだろうと。はい。それ我々そうですね、最初はそうですね。本当かよ、まあ、はい、なんか失笑というか、はい、でただこの事業ってどこまでも広がりがあると思ってて、はい、まあ、創業初日からですね、はい、無謀なんですけど、リフォーム業界のインテルになるという目標がありまして、はい、まあ、どこで買っても、はい、まあ、当時だと無謀っていう、はい、でそれが多分業界の基準になれれば、はい、だみんな買いやすくなるし、まあね、みんな儲かるっていうか、みんな盛り上がる、はい、で、ね、はい、で、はい、今、まあ、100社になって、なんか国内だとそんなに笑わ、まあ、れなくなってきたんですけど、はい、まあ、インテルって当然世界中で、はい、売れてるんで、はい、ただ行っても北海道までって1000キロぐらいは離れてるので、はい、1000キロができるんだったら3000キロもできるんじゃないかと本当に思ってるんですね。まあ、でも世界にそうの工事のプラットフォームに、まだ笑われますけど、そこまで言うと、どれでも言ってやしめたら、でも笑われるぐらいちょうどいいかなと思ってですね。海外の需要あるじゃん。なんか海外ってわからないですけど、映画の世界ではないですけど、結構大工さんとかが、はいはいはい、街の大工みたいなのがおるみたいな世界じゃないですか。はい、とあとやっぱり日本人のジャパンクオリティっていうのをね、まあ、やっぱりあると思うので、はい、きめ細やかな管理をしてあげてっていう、管理まで含めてしてやってあげるということで、職人とお客さんのつなぎじゃないですかね。そうですね、あの、まあ、受け負ってます、受け負ってますよ、はい、トップ業務がいたら受け負って、そうですね、しかも最後の責任もあって、相当リスク高いですね。それ笑われますよね。そんなことでもいいよ。そうですよね、マッチングして紹介しておくだけじゃないですよ、はい、やっぱりそういう大きな会社さんが使うにはマッチングだとちょっと弱いというか、何かあった時にどうするのってなると思うので、そうですね、はい、なんで僕らが責任を取りますというスタンスで、そう、一時したわけというポジションなんで、はい、世界のね、インテリアになれる、世界のトップリフォーム、はい、トップリフォームさん、高橋さん、ありがとうございます。ありがとうございます。これはなんかイケメンで。社長が見てない。言われました。そうそう、言われましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、営業のつもりじゃないですけど。ありがとうございます。ぜひぜひ、宣伝します。ありがとうございます。宣伝してください。いろんな会社やられてますね。いやいやいや、めっちゃダメです。このアプリを最近やる。結構やってますか？いやいや、もうリリースしたのが去年の6月20日ですね。へえ、はい、でもこれはもうそのビジネス成り立ってるんですか？いや、まだ成り立ってないですね。へえ、はい、これから本当にいいですね。ありがとうございます。これからちょっとどん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 大きくしていきたいなと思いまして、はい、まあ、当社のアプリの手袋っていうのは、はい、あの建設業界とか DIY やられる方をターゲットとしてまして、はい、ああ、はい、なんでいきなりこんなのやろうと思ったんですか？いや、私ずっとあの20代の頃は、はい、あの電気の施工管理やってまして、はいはい、でやっぱそこでも新品であの材料を上司に、はい、まあ、賞味期限とか頼んで、はい、何百台って入れて、はい、この階まで運んどいて足場だけでこう必死に運んで、はい、で1週間ぐらい置いといたら、あ、あそこのやつ捨てといてって言われて、この量またですかっていう。あ、マジですか？あ、それ余るんですか？まあ、仕様変更とか、まあ、あとは純密だとかってやっぱどうしても出てくると思うんですよね。で、あとはもう開封しちゃうと返品効かなかったりするんで、これもったいないなと、はい、ただ買ったで段ボール開けただけで、はいはい、新品なのに捨てるんで、はい、っていうところからですね。これはもう どこまでの
その商材っていうか、もう電気屋だけなのか。あ、いえいえ、もう建築に関わるもの全般にしてます。全部を、はい、要は中古品でも、そうです、余ったものでも、はい、何でもいいよっていう。そうです、工具でもいいですし。はい、視聴者の皆さん、終わりましょうか。またこれ概要欄に貼っておきますね。で、まあ、あのアプリの概要っていうところでも、はい。はい、これが、手袋か。はい、まあ、手袋っていうのは、はい、ですね、あの現場で作業する方って絶対軍手とか、はい、手袋をはめて作業をするんで、はい、作業する方、はい、全ての方にっていう意味で、はいはい、手袋というアプリにしました。はい、はい、日曜大学も、そうですね、日曜大学の方ってプロの方の材料ってなかなか手に入らなかったりするので、はい、あ、そうですね、はい、逆にそういったプロの方が余った材料だけどっていうので、あ、日曜大学に使えるようにな、はい、そうですね、はい、これは何ですか、もう検索とかもあるんですか。あります、持ってます、はい、でカテゴリー分けとかしたり、そうですね、はい、ただまあ、あのここからはもう、これ面白いですね、そうですね、ここがまあ、あの当社独自の機能でして、はい、ここからはもう無料で使っていただけます。はい、はい、これは何なんですか、レンタル機能。レンタルっていうのは、例えば普段からあの旧車の足場が脚立だって使わないんですよね、はい、ああ、はい、本当のレンタルが足場でって、そうですね、だけど数日間だけ足りればこの現場用足りるのになと、はい、そのために2、3万台して脚立買うのかってなると、じゃあもう1週間じゃ3000円で貸してくれるんだったら借りちゃおうよっていう、はい、あ、お仕事やみたいな機能ですか。そうですね、はい、あの工事以外も、そうですね、取り付けには大体例えばエアコン安く、例えばアプリで買えたんですけど、はい、自分で取り付けできないなっていう、はいはい、方に誰か安く取り付けてくれる方いませんかとか、はい、近所の方でいませんかっていうのを投稿ができるんで、はい、あ、こういう、いいよね、掲示もできるんですね。そうですね、はい、全部入ってるじゃないですか全部入りすぎなんじゃないですか。そうですね、やりすぎたら金かけすぎじゃないですか、はい、あれも商品の 15% 以外はもうこれ全部無料で、はい、ここは全部無料でできるんですか。そうです、全部無料でできます。へえ、強運になっちゃうでしょ強運になっちゃうですけど、マッチングサイト急増中、あ、やっぱりそうなんだな、ありがとうございます。一応まあうちの広告が、はい、一応こういった形で、まあ、内容一緒なんで、うん、はいはい、これでもちょっと結構やっぱデザイン力ありますよね。いえいえいえ、おしゃれな感じ、これもじゃあ監修しようか。そうですね、はい、こういうイメージでやってほしいっていうので、ちょっとシャレな感じにしてますもんね。でも利用者ってどれくらいなんですか。今はダウンロード数でいうと3000弱ぐらいですね。もうでも売ってるんですね。いえいえ、まだまだ、よう思い切りましたよね、このアプリ作ろうって。そうですね、まあ、最初かなり大変でした。ですよね、作るだけで。ですよね、でも本業もやりながらですよね、もちろん。そうですね、もう本当にカツカツですね。そうですよね、はい、はあ、そうなんだ。もしやれたら YouTube やってる人も結構見てもらってるんで、はい、まあ、宣伝無料でぜひ宣伝したいっていう人がおれば取材は受けてるんですよね。はい、いいですね、ぜひお願いします。カナダに来たタイミングには、もううちの店舗も次に取材してください。はい、ぜひお願いします。もともと多分もっと1年ぐらい前ですかね。そうですね、の時はすっごいコンセプトがすごくいいと思って、はい、ただめっちゃしんどいやろなって。そんな正直は本当にしんどいですね。はい、めっちゃしんどいです。うわ、しんどいですか。そうですよね。実は今湘南ビジネスコンテストっていうので、はい、申請してまして、はい、ファイナリストに残って11月5日、はい、このアプリだ、このアプリで、はい、すごい、それで発表の方させていただきますんで、あ、いつだ、このオンラインで、そうです、オンラインで、オンライン投票があるみたいなんで、あ、マジですか。で、まあ、何分ずつ喋るみたいな。そうですね、10分喋って15分質疑応答、はい、で、コテンパンにされるパターンですね。あ、マジですか。わかんないですが、では未来の IT 企業を見つけるみたいな。いや、なんかただ湘南の地域応援型のコンテストなので。あ、湘南なんですか。会社。そうです、そうです、はい、湘南エリアで貢献ができるようなビジネスを考えた人で、コンテストを競うっていう、はい、ぜひ皆さんオンラインに入れるってことですね、はい、この QR コードで入れるってことですね。ぜひ皆さん、なんか俺今日1日宣伝しようと思うんで、案件だと思っておいても本当に案件じゃないですよねお金も出ないですよね。いや、例えば、あの、本当に長谷の紹介してくれるところも本当に面白い、これからの見るっていうところを紹介してもらって、で、ここでまたそっち系の IT 系のビジネスをやってて、で、まあ、勉強があったらちょっとぜひ、まあ、神奈川店に行く前にちょうど1日勉強させてくださいって無理してお願いして今日1日もありましたので、絶対に案件じゃございませんよ。ございませんよ。
お疲れ様でした。ちょっと臭いと思いますけど結構勉強しました、ね、ちょっと今日は俺が社長っぽいとこ見せたんじゃないかな。かなりそうですね、ちょっと次ですよね。はい、真面目、まあ、明日は神奈川、明日は、ね、またじゃあチャンネル登録いいねよろしくお願いします。せーの、また見てね。無理やり無理やり、こっち来てもらうね。